大塩です。本日は今日も京都でウィッチャー3をやっていきたいと思います。で、前回はこのウィリスさんをお助けして、で、誰だっけ、ポあの知らんやつが内首になったんやね。うん、まあひどい終わりでしたよ。で、今回はあのユエネハについて探していこうか。ユエネハを探していくわ。ユエネハについて知らん？ビジマ？ユエネハはね、どこにいるん？目標みたいな、どうやって見んの？何もわからへん。あ、ユエネハについて知らんか？え？え？いやいや、え？じゃなくてさ、何も言ってないのに。このマップはどうやって、なんか目標みたいなの出てない？二重丸。うん。あの黄色のたくあんカラーのさ。あっこまで行ってみたらいいんやろか。え、ちょっと待って。マップってどうやって見るんや？なんかマップの見方わかる？あ、もう殴っちゃった。ごめんね、殴っちゃった。お！あ、これじゃないな。マップどこや？マップ、マップ。あー、世界地図あった。開いてみようか、世界地図。現在の目標に飛ぶには L で、これ L に何があんの？現在目標はクエスト。ここでは、現在進行中のクエスト目標、複数の目標がある場合はクエストは分かるんか。で、この地域をミニマップで見られるが ZR か。あ、オッケーオッケー。で、ここは何があんの？はぁ、あ、はぁ、あ。イラとスグリの。お、広っ。え、世界ってこんな広いの？え、これ全部行け、あ、ケンヤモルヘン、ここにあんねや、北。やっぱ寒そうやな、ケンヤモルヘン。この辺の密集率エグいな、人口密度。東京やな、ここ。ここ島根ぐらいか。島根の人ごめんね。で、トゥサン南やな、あったんそう。ここが俺らの冒険の舞台ってことでいいんやね。とりあえず目標場所まで行ってみるか。馬を呼びたいな。あーし。馬、読んだけど来るんか、ほんまに。ほんまに来んの、馬って。来るとは思えへんだけど。え、あれゆっくり歩いてんの、うちの馬？名前何だっけの、馬の名前。あー！お前！どこから来た、ローチ。かわいいな、ローチ。お前下から来た？もしかして水入ってた？お前邪魔やぞ。調子だ、ローチ。はい、ゴーローチ。さあ、風よりかけろ、ローチ。これ楽しいな。馬に乗れんのがいいよね。今、敵の影みたいに見えたな。え、勝手に行っていいんかな、これ、先生。なあれ。狼みたいないる？あれの、剣抜いたら。え、やばい。え、俺、襲われてる、今。馬の混乱状態って何？ローチ、混乱する、もしかして。ローチ、一回外れ。ローチ、とりあえず目は目標を目指そう。どうした？助けてくれって聞こえたぞ。まあいいか。うん。別にいいやろ。大丈夫。誰か助けてくれるよ。日本人流やね。ちょっと待って。あのさ、目標どこにあんの？ ZR で。あ、馬に乗った時は見れへんのか。なんかローチの頭光ってない？なんで？ローチどうした？お前。ローチ大丈夫か？ローチ、お前なんで光ってたん今。さーて、はい、あいつら切れへんな。もう目標の場所まで行ってるけどいいんやろか。やっぱ馬が混乱してんな。走れ、逃げろ、今は逃げろ、そして強くなれ。待って、ここ走っていいの？なんか何これ何？めっちゃ筋トレして偉いやん。邪魔。ローチやめなさい。ローチ。ダメよ。邪魔しちゃダメ。ローチ、つけちゃダメ、水に。ふやけちゃうでしょ。3日に一度しか入浴しないの？お、ここいいとこ来たぞ。あ、そっか。前回軍隊のとこで、イエレファーの噂を聞いたって言ってたもんね。島から降りよう。な、飛んじゃ、ごめん、飛んじゃった。え？あ、そっか、B 流しか。ローチお疲れ。休んどけ。餌とかもらえよ。
こんにちは。なんだ。話す。伝令。なんかみんな、そっけなすぎる。カーツ？カーツ？カーってこう言ってんのか、お前、きったね。はい。なんだ？じゃあ、こいつらそっけないね。もっと話してくれ。もっと喋ろう？とりあえず、ローチ、あんま歩きまんないよ、ローチ。この上にあるっぽいね。お前は誰だ？近づくな。何や、あいつ。近づくなって。言う？初めて会った人に。言える？みんな。初めて会った人に近づくなって。お、なんかストーリー入ったな。こんにちは。ここは軍の基地だ。隊長の許可なく民間人が隊長に許可もらいましたけど。民間人に見えるか。見えん。厄介なやつに見える。確かに。逆だ。厄介ごとを片付けに来た。ウィッチャーだ。あ、確かにね。ウィッチャーだと。ウィッチャーですよ。お前らカブト全員個性あっていいな。グリーンリーブ隊長はどう？名前長っ。グ。あ、こいつらが黒の軍団でいいんか。なるほどね。確かにな、親切なやつ。なんか聞いてた話と違うね。黒の軍団は意外とみんな親切やん。悪い奴らじゃない。中には親切なやつもいる。慣れ慣れしくするな、北方人め。お前切るぞ。さあ、早速行け。さあ。じゃあ怖っ。こいつら怖っ。見た今の剣を抜く速さ。ほらこいつまだ出したまんまやもん。ごめんね、怒らないで。なんだってお前忘れてんのか。2秒前の記憶。北方人疑問剣やんけ。お前さっき結論出したやん。あー、こいつら怒らすとやばそうやな、正直。あ、あ、これ、あ、あ、なるほどね。あ、そういうのもあるんや。衛兵に見られないようにすんのか。ここ飛んでいけるかな。行ってみようか。えーい。この先何があんねろ。あ、これはいけへんだ、さすがに。この辺のもんだけ。カリウド、お、いいね。コモンって何？コモン、コモンって言ってる、コモンを？コモンって、今、あったやろ、カリウドの。これ装備できるんじゃない？ここで現在装備してるアイテムを表示されると。で、現在所有してる他のアイテムが表示。なるほどね。アイテムは種類ごと、オッケーオッケー。なんか弓矢とか持ってんの、こいつ。ん？ここでは現、重要なキャラクターステータスの情報が見られる。アイテムを装備すると選択して絵を押すと。このタブは、制作用、難しいな。めちゃめちゃ、もうめちゃめちゃやり込めそうやな、これほんまに。買い物とローチ用のアイテム。ローチ用にもアイテムあんねんや。オイルね。オイルいる？オリーブオイルとかやろ。所持品、プレビュー。ワイオスだけ2位のアイテムを装備してゲラルトの、あ、外見変わるんや、これ装備で。しっかりしてんな。はいはい、オッケーオッケー。すげえ、説明が多すぎてもう、右から左へと抜けていってるわ。ムーディ勝山よ、今。標準選ぶには、オッケーオッケー。ほんまに多いな。ステータスを見る。なるほど。ウィッチャーの霊薬を使うには、事前に準備する必要がある。で、道具タブに移動して、え？道具、これで道具タブを移動か。はいはいはい。あ、霊薬をね、L で霊薬を選択し、あーはいはい、あ、作れへんのか、この、アルコエストは。何も作れへんやん。あー、オッケーオッケー。で、所持品ね。とりあえず、これ、装備プラス2やんね。今、こいつが装備してるのは何や？ケイヤモルヘンの鎧。強そうやけどな、ケイヤモルヘンの鎧とか。で、武器。あ、武器からいや、あ、弓矢を手に入れることもできるんかな、いつか。弓矢欲しいな、かっこいいし。うん、じゃあこれ装備しよっか。プラス2やんな。うん。OK。おー、どう？似合うよ、ゲラルト。かっこいいね。よし、行こうか。いいもんゲットしたね。いやー、やっぱ飛んでみるべきやね。これからも何かあったら飛びに行こうか。よし。さあ、ゲラルト選手、飛んだー！嘘や、嘘や、死ぬ！あ！あれ？
物語は幕を閉じたんだが、あれ嘘やろ、あれさっき超えれたよね帰り、あれ行きは近くて帰りは遠いってやつ、なえるわ。ウィッチャーの感覚はやっぱり普通の人とは違うんやな。やばいこれ積んだ説ないか、大丈夫、いやいけるいける、大丈夫、自分を信じて受けられると、飛べ、よしよかった、危ねえ結構危なかったよ今も。お邪魔しまーす、大将やってる、この先かな、あいもの、なんて、うわいっぱい人いんな、これ全部黒の騎士、こいつらにはさすがに勝てへんな今のゲラルトは。なんかないか、この辺のモーラー取れへんからね、これこういうことしても大丈夫、ご乱心、ゲラルト君ご乱心してるけど、こういうのだっても怒られへんねんな別に。どうもクソダメなんやっぱ、まあ、火で扱いされてるやろうなこいつは、農民は特に。金と女だ、うん、お鳥が飛んでる、でどこにいるんやそのリーダーとやらは、ここか、なんか、ああでもここ2個あるってことだ、こちゃうな、この先かな、職人、職人さわなアイテムを作ってくる、ただしもちろん一定の対価をしなければならぬと。なるほどね、あ鎧と剣の職人がいるわけや、制作設計図見つけたら、設計図がないと無理なのそもそも、お前合言葉は知らないな、なら散歩かここなら帝国兵に守られてゆっくり眠れると思ったか、お前みたいなやつにうってつけの寝床があるぞ、公衆台だ、こいつは初対面で口悪すぎ、せいぜい寝首をかかれないよう、いやお前も口の回るやつだ、値段交渉はどうだ、おそっちも同じぐらい、あ商売してくれる、あなんかいいやつやん、なんだかんだこういうこういう友達のなり方もあるんやね、初めて見た、何があるか見せてくれよ、品物を見せてくれ、品物あるかお前んち、ほうほうほう、お剣とか売ってるやん、ベレンの長剣、今ワテは320ゴールド持ってんのか、これは何、なんで取れへんの、レベルが足りないってことかな、あレベルとかちょっと分からへん要素いっぱいあんなマジで、メイス、メイススワレスもいる、ベレンの長剣流行りやな、ベレンの長剣ってこれもベレンの長剣じゃなかった、あれベレンの長剣ダダかぶりしてない、流行ってんのかなベレンの長剣、俺が持ってないのベレンの長剣か、ちょっとこの辺分からんな制作もちょっとレシピみたいなのがないから分からんね、ああるんか、でも作れるもんは、ベリーゼリーか火薬、インゴットとかあるんや、マイクラっぽいな、なんか、まあ、マイクラやったことないんやけど、まあ分からん、このあ式はどうなん、ここ、この弥生地の式はどうだ、この戦争には勝てそうか、思った通りだ、やっぱり諜報員だ、ちげえよ、単なる好奇心、この見た目でバレバレやろ、好きに報告しろ、この戦争は我が軍が勝つとな、こっちには精鋭部隊と豊富の物資がある、強いね、それに対してラドビットはただの強人、嫌やなそっちのチーム、武士といえば何か買いに来た、見たよお前、お前の店は俺のメガネにかなうもんはなかった、でもお前のことはなんか嫌いじゃない、また会おうぜもじゃもじゃ何そのまま一回来て一周すんな、この先かな、こんにちは、お村が提供できる穀物の量はおっしゃるだけかっか、おっしゃるだけかっか、私の手を見ろ見ろ、タコがあるだろう、イカはカッカの手じゃない、農民の手だ、農民だし腹を割って、こいつはできる上司って感じか、40タル分あります、もっとあったんですが、テメリアの連中が来て持って行っちまった、テメリアは負けかけてるとこやったっけ、これで決定だ、それとすぐに運び込む、いやーやり手っぽいな、ありがとうございます本当に、
呼んだのは村長と鍛冶職人のウィリスだけのはずだぞ。ドワーフの鍛冶職人にしては。いやちょっと成長期なんですよ今ウィリス。ああ確かに鍛冶屋にもなんかやらせる気か。あいつは結構大変やったぞ。鍛冶屋にも何か差し出させるつもりなのか。もちろん必要があればそうする。知らないなら教えてやるが、今は戦争中だ。そうなの？お前は何者だ？名乗れ。リビアマキシマムファイヤーと申します。バッドゲンか。バッドゲン。それで足音がしなかったのか。バッドゲンって何？ここに何のようだ。ベンガーバーグのイエネファーを探してる。どこ行った？そっか、イエネファーここに来たんやもんね。それは軍事機密。やっぱ関わってんのか。俺を追い出そうとしたり衛兵を呼んだりしようとしないのは何か理由がある。確かに。この周辺にグリフィンが出没。なるほどね、グリフィン狩りか。そいつを倒してくれ。じゃあグリフィン狩りと行こうか。まあグリフィンを退治したい理由はわかるよね。荒らされてもね、この町が。契約成立だ。仲良く行こうぜ。契約成立だ。だがまずは。確かに。グリフィンの巣はどこにある？グリフィンの巣はどこや？最初はバルパインの森を縄張りにして。バルパインか。五人をパイナップルみたい。して送り込んだが、二日後にカリウドに発見された時は。マジで？そんなグリフィンそんな強いの？え大丈夫ゲラルト？いける？それからのグリフィンは恐れ知らずだ。ああ。自信持っちゃったみたいやね。俺いけるわーってなったよなグリフィン君。罠を仕掛ける必要がある。罠？その言い方だと簡単ではなさそうだ。お。必要な。やっぱ結構ええ人なんちゃうか？グリフィンについてもうちょっと確かに情報が欲しいな。グリフィン。グリフィンについてもっと情報が欲しい。オスかメスか、巣を捨てた理由。ああ。目撃者を連れてくるか。彼らからは俺の知らないことは聞き出せない。兵士たちが死んでいた場所を調べたい。なるほどね。死体を見つけたカリウドの名は。ミスラフ。ミスラフね。村の南の森のすぐそばの小屋に住んでる。頼りになる男だ。ああ、まあカリウドはね、ちょっと変わってるぐらいがいいんよ。特殊な薬草が必要なん？グリフィンは。特殊な薬草でおびき寄せる。黒梅もどきだ。十里先の黒梅もどき。梅ではないかじゃあ。梅もどき。知らないな。共通言語はまだ堪能とは言えなくて。この国の人じゃないんか。まあ基本は覚えたろう。手を挙げろとか殺せとか。いや、最初は慣用句からだ。日遊びこいつはあの言葉の言い回しがさ、おしゃれすぎて何言ってるかわからん時あるよね。十字路のそばに住んでいる。力を貸してくれ。扉と、なんてっけ、カリウドンとかやな。ありがとうよ。扉とミスラフ。扉ミスラフね。よし、3回よ。扉ミスラフ、扉ミスラフ、扉ミスラフね。こいつは結構いいやつなんじゃないか。クエスト。クエストに複数の目標が含まれている場合は、R を押してどの目標を目指すか選択できる。なるほど。よし、じゃあ火つけていったろ。おめでとう！誕生日おめでとう！ホワイトオーチャードの獣やりましょうか。ふぅー。で、なんか敵を怒らせちゃった。あれ地図ってさ、絶対あるじゃなかったっけ。じゃあ危ないわ、この辺で。すぐ衛兵を怒らせちゃうから。あれどこや、衛兵窓。あかん、半開きのドアに。これ押しも引きも対応してんねんな、このドア。え、すごくない？このドア押しも引きも対応してる。ペラペラじゃないと。まあこんなことはどうでもよくてですね、ごめんなさい、止まります。カリウドに死体の発見場所を聞くと、世界地図で今どこを目指してる俺は。はあはあ、マーカーを押せる。特別なマーカーは合計10個。 OK。 あら、難しすぎる。やることが多いぜ。ああ、とりあえずここ、ここ行くか先。ここは、ホワイトオーチャードの獣。どっちが富田さんや？なるほど。まあ行ってみようか。ちょっとまだあんま使い方そこまで分かってないけど。よーし！アイバリ乗っていくか。ふぅ！こいつは大変やな。ずっと腕立てさせられてる。見てー、これかわいすぎんこいつ。どっち行こう。じゃあとりあえず目的地まで行ってみようか。
レッツゴーローチ遅いぞまあそう言ったんだゲラルト、ローチも頑張ってんねんから。着きましたね。ここじゃないかな。ここはどっちやろ、カリウドか。よし落ち着け、ローチありがとう。ここまで降りようかゲラルト君、お疲れ。ここは薬屋さんがいるんかカリウドさんがいるんかどっちやろうね。とりあえずもらおうか。おブラッドモスケッツー、ブラもねはいリブリーフ。ここはあれやな、あの薬があるとこっぽいな。ワインの石、皆さんワインって石からできんの。リブリーフいっぱいあるな。えリブリーフこんな取り放題でいいの。リブリーフパラダイスやねんけど大丈夫。ええこれ風取っていいやつかな、殺されへん後で。こここのこのゲーム泥棒にも厳しい感じやからね、あのドラクエみたいにさ気軽に壺割っていい感じじゃないね。ちょっとだけ残しとくか、情けかけとこうお情けかけとこう。ここはでよし入ってみようか。カランコロンカラン、わおセクシー。いいかな、構わないわ。センダングサを取って。センダングサ、はーい。そこの赤い、あら薬草に詳しいのね。どうも。それほどでもないが少しは知識がある。センダングサには毒がある、ね、殺されかけた今。大量ならね、少しなら痛みを取っていい夢を見せ。なんか目やばくないこの人、大丈夫。彼女には一番よ。え彼女がいいの。あグリフィンにやられた、グリフィンにやられたのかな。うわグリフィンにやられた、ひでえな。レナのこと、夜に襲われた。マジかよ。森を歩いてて。夜に森の中だと戦争中。確かにね、危ないよ。男と会ってたのよ。ああ、燃えちゃったんやね。いつでもね。水は塞がってきたけど。確かに恋する若者を止めている理由にはならへんのかもね、戦争は。うん。そうやな、彼女を助ける方法はあんのか。え、あんの。知ってんのか。俺の持っている霊薬を試してみるか。春つばめで。おしゃれやな、それ。何。人間用の霊薬ではない。死にかけてるのよ。確かに。そうだな。君の調合した薬なら安らかに死ね。うん。俺が春つばめを与えて、もし失敗したら、村中に響く叫び声を上げること。なるほど、一か八かで行かせるってこと。分かった。やってみて。え、大丈夫。あ、ここに来て一回話変えるんや。黒梅もどきを探してないけど。黒梅もどきを探してる。知りません。この辺りに生えてないか。川底に生えてる。川底。川幅が一番広いところ。ただし水から出すと。どうなの。1週間放置された死体よりひどい匂いがする。最悪やん。グリフィンを始末する。黒梅もどきは。あ、その匂いで呼ぶんか。そういえば昔、橋の下にドラウナーが出て大変だった。ああ、村中でお金を出し合ってウィッチャーを雇ったの。そうなんや。ドラウナー前も聞いたな。グリフィンの賞金は誰が出したの。基地の隊長のピーターザールなんとかだ。名前長かったもんな。私たちを気にかけてくださるとはね。ええ人なんちゃう意外と。ピーター隊長は事実そうしてるもんな。皇帝は違うだろうが、あの隊長は民の生活。確かにあの隊長は意外といいやつなんじゃねえか。軍隊に知る深い人はいないわ。命令に従うだけよ。おう、じゃあそういう命令が出てるってこと。この土地のものではないな。バレた。敵意を感じる。こんな荒れ地の小屋で育ったにしては強すぎるほどのな。ウィッチャーわかるんや、敵意とか。そうよ。マジか。急いでるんでしょ。そうじゃないならただ次の襲撃を待てばいいだけだ。確かにそうだね。面白い話が聞けそうだと思ったんだな。また今度ね。川底に行けばいいんやね。広い川底。よし、じゃあ春つばめを使ってあげようか。レナ、レナ、あれ春つばめどうやって使うの。レナ、レナ、レナ、あ、道具で持ってるとかか。所持品森野郎がいっぱいあった今。霊薬、春つばめ持ってねえやん。あれ春つばめ持ってないよね。レナすまん、ちょっと春つばめ、春つばめわかんないわ。え、
ロミナさん、ハルツアメ。はい。あ、約束売ってくれるんや。身の上話を聞けるか。身の上話聞けるか、ロミナさん。君について話して。口説いてるやんけ、ウィッチャー。悲しい話よ。エランダーにあるメリテレの神殿をご存知？いや、知りませんね。ネネッケ教母に何度傷を塗ってもらったかわからない。誰もわからへん、そいつ。ネネッケ教母の。ネネッケ教母って誰？そうなんや。入れてもらった時はまだ18歳だったの。勉強より恋愛の。恋愛の話結構好きやな。恋バラに好きな OL さんみたいな感じか？いつも胸をはだけさせてた。うん。若い子の注目の的だったわ。私は神殿を出て彼と素敵な。これ何の話？どこか行ってしまう。ねえ、これ何の話？ネネッケは私を神殿に戻してくれなかった。うん。両親は無言で私に最低限の身支度をさせた。はいはい。それから私は自分が必要な存在。ああ、恋しちゃ、恋愛とかしちゃらあかんかったんか。ようやくここにたどり着いたの。話はそれだけ。結構喋ってくよね、それだけの割には。じゃあな。なるほどね。ネネッケ、うん。この話別に掘り下げるほどでもねえな。とりあえずその川底とやらに行ってみるか。川底はどこにあるんや。地図。ああ。え、ここって入れんの？ちょっと行ってみようか。今日はその川底の薬草とやらをゲットして、よし。その、よし、行こうか、ロッチ。その薬草とやらをゲットしたいね。とりあえず川辺まで行こうか。ゆっくり、よーし。し、川辺が、え、川、入っていいの？ウィッチャー、泳げる？ゲラルト。なんか川って絶対なんかいるよね。大丈夫かな？え、行こう！ゲラルト、恐れるな。恐れるものは何もねえ。泳ぐ。絵を流しすると早く泳げる。ほうほうほう。潜れたりするんか？あ、なんかいっぱいある。潜るには Y。ああ、潜れんねや。すげえ。すげえな、これ。めちゃめちゃちゃんと、こんなにできんの？あ、呼吸とかあるんや。うわ、水辺から見る夕暮れは綺麗だな。これか？バケツみたいなのあるけど。これは何や？これは違うんか。お、お、取った！一個でいいんか？何個は取っとくか、一応。待って、でも臭いんやろ。そんな取っといて大丈夫かな？なんか鉢植えみたいないっぱい落ちてた。これ何？盆栽してる誰か水の中で。これ水の中には何もおらんのかな？絶対いるよね。なんかやばいやつは。浮き上がる B か。一回浮き上がろう。呼吸しよう。気持ちいいぜ。うわ、鳥が綺麗。何も敵とかおらんのか？大丈夫やね。なになになに？よし、次は狩人に死体の発見場所を聞くか。今日はどの辺までやろうかな。アリウドに死体の発見場所ぐらい聞きに行こうか。いや、今日はこの辺にしとこうか。なんか話の展開が早くて分からんことも多いし、操作も難しいけど、今日はこの辺にしとこう。なぜなら夕日が綺麗やから。よし。あ、この角度最高。やべ。撮っちゃった。ほんじゃ今日も見ていただいた方本当にありがとうございました。もし面白いと思っていただけたらコメント、チャンネル登録、いいねいただければ最高に嬉しいです。ほんじゃ今日もありがとうございました。バイバイ。